はい、大根がね終わりましたので、続いて、白菜になります。で、白菜は、今年はね、10月11月がね暖かくてね、白菜ってある程度涼しくならないと丸まんないんですよ。結局始まんないんですよ。で、表側のね葉っぱはある程度できてたんですが、なかなかね結球しなくてね、やっとここへ来て、まあ氷点下が続くようになって、白菜もね結球してきました。で、もうちょっとね時間が経つと今度外側の葉っぱが枯れてきちゃうんでね、まあ今が一番旬かな、うちの白菜はね。はい、そういうことで、この白菜を収穫したいと思います。2個収穫します。まあちょっとね、やってみて大きいようなのを狙って取りたいと思います。はい、凍ってましたね。釜が入んないで斜めになっちゃいました、切り口が。ちょっと失敗です。あと手前の1個取ります。あ、これはうまくいったな。はい、先ほどのはね、ここをこう斜めに切っちゃってね、かなり切り口がひどかったんですが、これはうまくいきました。よいしょ、はい、白菜2個終了です。はい、白菜2個終了、収穫終了しました。猫の副社長が来て遊んでます。なんかマーキングでしょうかね。一生懸命ね、頭の首筋を腰につけてます。マーキングをやってるみたいですね。はい、次はね、人参になります。